夜晩ですよ、シュウセミだ。本日なんですけど、本日は夏のスキンケアの方を皆さんの方にご紹介したいなと思います。今回は美白、ニキビにならない、そんなね、僕が一番大事にしている美白、肌を白くしたい、そしてニキビにならないっていうところの朝のスキンケアの方を共有したいなと思います。プラスいただいているコメントをね、皆さんの方に詳しくコメントを返していきたいなと思いますので、そこら辺も合わせて見ていただければと思います。それでは早速、行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。早速なんですけどね、スキンケアをしながら皆さんの方に解説していきたいなと思います。で、早速なんですけど、一番最初はね、まあシャワーした後なんですけども、シャワーした後もうすぐにこちらのトナーの方をつけていきます。ハクスリーですね。で、こちら僕は朝3回つけます。はい、まあ、適量取ってもらって3回つけていくんですけど、まあ夏になるとね、さっぱり系でも保湿をさせていく、それが一番大事なので、保湿は本当大事なので、はい、で3回しました。一応ね、ちゃんと僕は首もするんですけども。で、次がこちらになります。こちらですね、アンプルになりますね。スキン104のアンプルをつけます。さっぱり使えるのと非常におすすめですね。ニキビもできない、肌作りにも非常に合っているので、朝には非常におすすめですね、特に夏はね。で、次がこちらシートマスクになりますね。シートマスクはクオリティファーストのものを使っております。はい、まあこちらクオリティファースト、シカが入ってるやつですね。あとナイアシンアミドが 4% 入ってて、まあ6種のセラミドが入ってるっていうもので、30枚入りで1400円とかそんぐらいかな。はい、こちらを朝します。もうトロトロですよ、すごいんですよ、垂れちゃうぐらいすごいので、まあそんな感じでシートマスクをしていきますね。で、ちなみにクオリティファーストのシートマスク、リニューアルして変わって、シートマスクのシートが非常に良くなった。前はね、ペラペラですぐ乾燥しちゃうやつだったんですよ。それがね、ちゃんとひたひたになって、シートマスクのシートも非常に良くなった、まあ、価格もね変わらずおすすめっていうか、かなり頑張ってくれましたよね。あとビタミン C のやつとかもあるんですけど、あとは毛穴とかねあるんですけど、すべて僕は持っております。ストックとしてね、30枚入りで1650円ぐらいで定価で売ってると思うんですけども、僕はちょっとポイントとか使って安い時期にバババっていっぱい買っちゃうんですけど、それでも1400円ぐらいで購入できるのかな、非常におすすめ。あといろいろこのボックスタイプがいっぱい出てるかと思うんですよ、いろんなメーカーからね。僕はここのやつが一番おすすめ、うん、クオリティファースト。もう成分が圧倒的に、まあ、いろんなものがあると思うんですけど、あとはまあ自分の肌に合うか合わないかで使い分けていただければなと思うんですけども、まあ、僕は3分ぐらいするので、まあ、その間ちょっといただいているコメントをね、少しずつっていうか返されるだけ皆さんの方にお答えできればなと思ってるんですけども、じゃあいただいているコメントいきたいなと思いますね。まず1つ目、飛行機の中で紫外線対策は考えていませんでした。スティックタイプが使いやすくていいですね。はい、まあ飛行機の中でも僕はちゃんとシートマスクもそうなんですけども、サンクリームはしっかりつけるようにしてて、スティックタイプのものを使っております。スキン104のやつは今使ってるんですけど、夏になるとね、冬とかだとドクター G のものを使ってるんですけど、機内もね乾燥はするし、あとはね紫外線もすごいので、ちゃんとサンクリームはしっかりしております。はい、まあ、あと窓とかはねちゃんと僕閉めちゃうので、まあそんな対策をしっかりしておりますね。はい、で次の質問は、ダウンパーマって落とすことできますか。こちらダウンパーマなんですけども、基本的にダウンパーマしたら落とすことはできないと考えてもらった方がいいかなと思います。まあ、ダウンパーマはねセルフですると、まあ、本当にちょっと難しいんですよ。宿毛矯正と同じような液を使ってるので、プチプチ切れる場合があるので、そこら辺は気をつけて、まあ、落ちないと考えて使用してもらった方がいいかなと思います。 LED マスクのやつですね、どこで買ったんですかっていうコメントがいただいてるんですけども、 LED マスクの紹介したら概要欄の方に載っておりますので、そちらの方をですね見ていただければと思います。めちゃくちゃいい、もうかれこれ使って1ヶ月以上経ったのかな、もう全然違う。はい、夜だけ使っております。はい、そんな感じで次いきますね。こんばんは、いつも拝見してます。中世さんの目元の下は気になっている年代かと思いますが、クマ治療はどうされていますか。クマ治療を相談しようと思って予約したところですっていうとこが来てるんですけども、僕はクマ治療しました。まあその様子を一つの動画でまとめておりますので、そちらの方も拝見していただければと思うんですけど、昨年の9月にしてもう少しでもう1になるのか、非常にクマ取りして良かったなと思っております。僕はねクマが結構ひどかったので、まあ、肌が薄いからっていうのもあるので、
非常にクマっていうのは結構若い頃から気にしていた部分ではあったので、まあ、そこら辺はね撮りたいなと思って、まあ、ちょっと撮ったって感じでございますね。韓国の方で撮っております。はい、おすすめのクリニックなので、そちらのクリニックの方も以前の動画で詳しくまとめて家庭もちゃんと残しておりますので、そちらの方も見ていただければと思います。はい、で次の質問いきたいと思いますね。寝る前のハンドクリームは何を使っていますか、おすすめがあれば教えていただきたいですっていうような感じなんですけど、ブエノとイソップを使っております。今だとブエノかな、ブエノの香りが非常に大好きで使っております。あとイソップも大好きで使っておるので、まあ、ヒノキ寄りの香りが大好きで、まあ、ここの今紹介したものがヒノキが入っておりますので、僕はそちらの方を使っております。まあ、あとは夜なんですけども、夏の夜と冬の夜ではちょっと使い物が違かったりするので、今だとブエノを使っております。はい、で次の質問をいきたいなと思います。マデカクリーム7買いました。まあ、7が出たかと思うんですけども、こちら質問じゃないんですけども、マデカクリームね7出ましたね。6から7になったかと思うんですけども、非常にバージョンアップしてめちゃくちゃ良くなったので、こちらもね追って皆さんの方にご紹介したいと思っておりますので、もうちょっとお待ちいただければと思います。はい、で次いきますね。はい、次の質問は本当に若すぎます、ラクトフィットはすぐに真似しますが、他にもインナーケア何してるかぜひ動画にしてもらうと嬉しいですと聞きました。すみません、ありがとうございます。若すぎる、そうですか。はい、でラクトフィットはすぐに真似します。まあ、ラクトフィットめちゃくちゃいいですよね。本当に乳酸菌なんですけども、こちらもう飲むのと飲みないのと圧倒的に違うんですけども、起きてご飯を食べる前に乳酸菌を飲んだ方がいいですからね。はい、こちらご飯食べた後じゃないですからね、前に飲むとすごく効果が得られるっていうところになります。でインナーケアなんですけどもね、インナーケアも動画にできたらなと思ってるんですけども、そこら辺どうだろう、皆さん興味あるのかな、どうなんだろう。はい、そんな感じですかね。まあ、ちょっと機会を見て動画にしたいなと思います。はい、そんなこんなでちょっともう3分ぐらい経ったかと思いますので、こちらの方を撮りたいなと思いますね。はい、これね本当潤い感がすごくて、まだまだしてもいい感じなんですけども、3分以上もね、まあ、基本的には3分で終わらすようにしております。朝むしろ1分っていう時もあるんですけども、そんな感じでございますね。そしてもう本当に保湿は大事なので、しっかりした方がいいかなと思います。こちらどうですか、この潤い感、こんな感じでずっと潤わせております。はい、まあ先ほど言ったようにクマねこんな感じなんですけども、1年半前ぐらいの動画を見ていただければお分かりになるかと思うんですけども、圧倒的に違うと思うんですけど、だいぶ馴染んできて本当に自然な感じになってきましたよね。全くクマがないっていうわけじゃなく、こんな感じ。はい、で次いきますね。次がこちら、テンテナ24のアンプレになります。これねつけるのとつけないと圧倒的に違くて、これをね一番最初につけた方がいいと言われてるんですけども、こんな感じでつけます。韓国のね美容の番組で最初の方にこのアンプルを持ってきた方が肌が水分力が上がり良くなるっていう結果が出されたものがあって、それから最初の方に使ってる感じになりますね。むしろたまにシートマスクの前とかにする時もあるんですけども、そんな感じですね。はい、でこんな感じしたら次が美顔器、朝はホレオを使っております。はい、こちらで一番強いゴーでします。はい、こんな感じで、まあねこれはちょっと肌に当てるものなので、あんまりやりすぎると乾パンとかシミの原因になるので、まあ本当に優しくするのをお勧めいたします。もう本当にねこれしてるのとしてないと肌の張りがもう全く違うんですよ。なので基本的には毎日朝するようにはしております。本当に優しくやらないと乾パンになってきちゃうので、こちらゴリ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 やっちゃうとあんまりよろしくないので、当てるっていうのを意識してください。でまあこれニキビあとちょっとあるんですけども、そういう赤い部分にこうやって行くとビリビリビリってするんですけども、これをすることによってどこが肌が荒れてるかっていうのが分かるっていうのもちょっとあるんですよね。こんな感じで当てていく、まあ、本当にこれ全然違うんだよね。これ朝やったら上がるんだよね。であと肌の表面がふわってするのでふわふわ肌になる、それがいい。あと化粧のりもめちゃくちゃ良くなる。まあ、僕の場合は仕事の時にね化粧とかするので、そういう時の朝にすると全然違うんですよね。あとまあ LED とかもそうなんですけど、LED マスクね、まあ、そちらは夜使用しております。毎日使用しておりますね。でいろいろねモードがあるんですけども、4つモードがあって僕はアンチエイジングで使ってます。はい、こちら終わりました。まあ、こんな感じですぐ終わるので1分ですね。
はい、こんな感じでだいぶ潤ったかと思いますけど、いかがでしょうか。はい、で次にクリームですね。はい、コス RX のものを使っております。こちらねプロポリスなんですけども、プロポリスのものを使用すると結構ベタベタするって嫌なものが結構多いんですよ。なんですけども、こちらは非常にそこら辺が解消されてるっていうか、ちゃんと潤わせてくれて、夏にもちゃんとさっぱり潤わせて使える商品になってるから大好きなんですよね。プロポリスライトクリームですね。いい、これプロポリスは基本的に冬使うことが多いんですけど、プロポリスのヒートマスクとかね、まあ、そこら辺冬に流行るものだったりするんですけど、僕はちゃんと保湿っていうところを大事にして、美白っていうものを気にしてスキンケアを順次を作り立ててるので、こういうものを使用する感じですね。どうでしょうか、この潤い感結構僕は大好きなんですけども、いかがでしょうかね。はい、で次がサンクリームになりますね。はい、サンクリームこちらドクターチーのものを使っております。 SPF50 の PA4+ ですね。もうこちらはマスト、 SPF50 ってのはもうマストですね。たまにまだ未だにっていうか SPF30 とかでも夏使ってる方いるかと思うんですけども、夏じゃなくても春とかでも秋とかでも一年中僕は SPF50+ を使っております。はい、韓国では当たり前なんですよね。もうそれ以下のものはサンクリームと見なさないみたいな考え方があるお国柄なので、こんな感じでサンクリーム、まあ、ちょっと僕サンクリームの付け方特殊かもしれないんですけど、こんな感じでございます。まあ、こちらね本当に夏におすすめ、ドクタージーのレッドブルミッシュのこちらのスムージングアップサンクリームでございますね。超いいで、こんな感じで優しく、もうこの時点だけでもどうですか、白くしなっていうのももう当たり前なんですけど、サンクリームで昔のやつで白くするものが多かったですよね。あとアネッサとかもそうなんですけど、アネッサ韓国で超人気あるんですよずっと。まあ、アネッサ自体非常にいいですからね、僕もアネッサ大好きで持ってたりします。その日の気分によって使ったりするんですけども、はい、いかがでしょうか、こんな感じでございます。はい、サンクリーム終わりました、いかがでしょうか。まあこんな感じで朝のスキンケアはしております。はい、夏とか冬とかね秋とか、まあその肌の状態によって変えてるんですけども、今はこんな感じでございます。まあちょっと質問の方にも軽く答えさせてもらったんですけども、またこんな形でスキンケアと合わせてコメントの方もお返ししていきたいなと思っておりますので、気になることありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。はい、今回はこんな形で締めさせていただきます。今回の動画がいいねと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。